え皆様、えー、っと時間3分ほど過ぎてしまいましたけれども、今から記者会見を始めます。えー、今月の27日と28日に開かれます、第8回のアフ,リカ会議アフリカ開発会議、ティカードエイ8を前に、アフリカ開発の現状について考えるシリーズを今やっておりますけれども、今日が2回目になります。開催国がチュニジア共和国ですけれども、 モハマド・エルーミ駐日大使にお越しいただきましたアフリカ開発会議1993年に日本政府の主導で始まりましたけれども2013年の第5回までは日本で開催されました2016年の第6回はケニアのナイロビで開催されました今回はそれ以来2度目のアフリカでの開催となります エルミ大使には会議の注目点ア、アフリカ側として会議に期待をしていること、そして開催国としての思いなどを伺いたいと思います。会見は英語と日本語の逐字通訳で行います。この後、エルミ大使から逐字通訳を含め30分ほどお話をいただきまして、その後会場とオンラインで参加しておられる方々の え、質問にお答えいただきます。オンライン参加者からの質問は、二つの方法で受けます。まず、ご自分の声で直接質問したい方は、画面の下の方の手のマークのボタンを押してください。質疑応答の時間に私が指名をいたします。また、テキストでの質問は Q&A の機能を使って受け付けます。 ご所属とお名前を必ずお書きになり、そして質問を書いて送ってください。この Q&A の質問は随時、今からお受けいたします。司会は日本記者クラブ企画委員で NHK 解説委員の出川信久が務めてさせていただきます。また通訳は、サイマルインターナショナルの永井真理子さんです。それでは、エルミタ氏スピーチをお願いいたします。 Thank you very much. Um, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much for uh, inviting me to this uh, gathering. As Ambassador of the Republic of Tunisia uh, to Japan since 2018, it is my uh, second opportunity and uh, it is my great honor. Uh, to have the press conference uh, here at the Japan National Press Club. And uh, I feel really humbled and privileged taking this seat uh, immediately following His Excellency, the Secretary General of the United Nations, who gave a press conference uh, here at this room yesterday. Again, thank you very much. I'm very grateful for this wonderful opportunity. 会場の皆様、こんにちは。私を本日この集まりにお招きいただきましてありがとうございました。私は2018年からチュニジア共和国中日大使として、えー、報酬をしておりますがあ、記者クラブでお話をさせていただくのは2回目のことであります。日本記者クラブにおきまして、このようなあ記者会見を催していただけるというのは本当に特権的なことだと思っておりまして、この場というのは格別なところであり、国連の事務総長、そういった方々が、あおいでになる ところでそこで記者会を見のをすることができるて、のは本当に特権的なことだと思って、おります。本当にありがとうございます。 Eh, 本日は2022年8月27日から28日まで、チュニジア共和国が主催いたします、TICAD8 のサミットにつきまして、日本外国のプレスの方々にお話をすることができるのは大変なうれしいことでございます。I'd like on this opportunity to thank Managing Director Mr. Shingo Egi for welcoming me here today, and、uh, my dear friend Mr. Nobuyushisa Degawa. Uh, member of this uh, uh, executive member of the japan national press club and today's moderator uh, and thank you all for coming and joining us thank you 私はこの場に、えー、来ることができたことに関しましては、日本記者クラブの理事長の方の温かいお招きに感謝をいたしますし、また良き友人でもあります、出川信久様にも御礼を申し上げたいと思います。日本記者クラブの企画委員でいらっしゃいまして、本日は司会を務めてくださいます。それから本日出席してくださいました、すべての方々にも御礼申し上げます。 Ladies and gentlemen, uh, Japan is a reliable uh, friend and a strategic partner for Tunisia, with which we have a historical relationship dating back to the early days of Tunisia's independence. We are proud to celebrate this year the 66th anniversary of the establishment of our diplomatic relations and friendly ties with Japan dating back to June 1956. えー、皆様、日本というのは、チュニジアにとりましても戦略的なパートナーとして、えー、非常に、えー、信頼をする友人としての国であります。歴史的に考えてみますと、チュニジアと日本というのはそれぞれの国の早い頃からあ関係を樹立してまいりまして、今年は1956年の6月に外交関係を樹立して以来、66周年をちょうど迎えるという,う年に当たっております。 On this occasion, I would like to convey my heartfelt gratitude to the Japanese government and people for uh, their continued support to Tunisia and their willingness to further strengthen the cooperation and partnership between our two countries. この際に私は心からの御礼の気持ちを日本国政府、また日本の国民の皆様に表明をしたいと思っております。継続的に我が国の進歩に対しまして支持,支持、支援をしてくださいまして、この関係がさらにパートナーシップとして強化するための努力をしてくださっている、そういう動きになっているということに心からの御礼を申し上げます。It is without doubt that choosing in The second summit to take place in Africa, since Kenya hosted TICAD six in Nairobi in August 2016, reflects how much and uh, how much trust and respect Japan has in Tunisia, and it also provides evidence of the distinguished level reached by the Tunisian-Japanese partnership in various fields of common interest. It チュニジアで今回チカッド8が開かれるということは2016年の8月にケニアのナイロビでチカッド6が開かれて以来アフリカで開かれるチカッドのサミットとしては2番目の開催ということになります。これはどれだけチュニジア国内におきまして日本という国が尊敬の的となっているかということを反映するものであり、それからまたお互いに今日関心を持っているような分野におきましてチュニジア 日本がパートナーシップを強固に結んできたということの証査でもあります。As you know,、uh, Ladies and gentlemen,、uh, on July 16, 2020, the Tunisian and Japanese government s officially and jointly announced the holding of the TICAD 8 summit in Tunis in 2022.、えー皆さん 今年の7月16日に、えー、チュニスでティ,カッド8がティカッド8が主催されるということが公式にチュニジアと日本の政府によって発表されました。 このイベントというのは両国にとりましても非常に重要であるということに鑑みチュニジアは早くからこの会議のための準備に着手をいたしましたで今年の1月には国内の組織委員会を立ち上げております i n s t r u c t i o n s are given at the highest level to all ministries structures and stakeholders to redouble efforts so that Tunisia is fully prepared to ensure the success of the summit and to provide the best possible conditions for ticket 8 in terms of logistics organizational aspects health protocol but also substance yeah. 従いまして、それに従って、チュニジア政府の最も高いレベルから、各省庁に対しまして、また各関係者に対しまして、努力を倍化するようにと、チュニジアが今回の会議の成功を目指して、準備がきちっと整うように、努力を倍化するようにという指示が出ております。それからまた、ティカッド8のためのベストな条件を整えるように、路地面でも、組織の面でも、プロトコールの面でも、そして中身に関しましても、

また、ジャーナリストの方々がこの会議を取材するための登録をすることが可能になっております、ホームページ、ウェブサイトが開設されております。これは6月に開設されておりまして、その URL に関しましては、この画面に出ているとおりであります。それからまた、あ今回の会議に関しまして、いろいろなご質問があれば、それにも、このウェブサイトでお答えをするということが可能になっております。 Ladies and gentlemen, if you allow me, I would like to touch upon the role played by the African Diplomatic Corps here in Tokyo. the African Diplomatic Corps is all the African embassies here represented, uh, in Tokyo. the African Diplomatic here represented here in Tokyo この在京アフリカ外交団というのは、東京に、えー、外交ミッションを置いておりますアフリカの大使館によって構成されているものであります。大使館を開設しているところの代表によってこ構成されております。ADC、アフリカンディプロマティックコール、there are several committees.One、uh, of them is in charge of the t c a Committee within この在京アフリカ外交団というのは、ADC という略語で呼ばれておりますけれども、この ADC の中には、いくつかの委員会が組織されておりまして、その中の一つが TICAD8 委員会になっております。私は大変名誉なことに、この委員会の委員長を仰せつかっております。 Then, in my capacity of TCAT committee chair within ADC, several online but also in-person conferences and meetings were organized during the last two years with the major stakeholders of TCAT, like, for example, MOFA Ngaimushu, METI, Ministry of Economy, Trade, and Industry, JICA, JETRO, MLIT, Ministry of Land Infrastructure and Transportation, JAIDA, which is the Japan-Africa Infrastructure Development uh, on Africa, UNDP, UNIDO, business sector leaders, etc., で、私はこの ADC のもとに組織されております、えー、ティカッド8委員会の委員長といたしまして、この2年間あ、準備に向けてオンライン、それから実際に対面でも、いろいろな会議、ミーティングを主催してまいりました。で、このミーティングに参加をする人たちとしては、主なる関係者、ステークホルダーということで、例えば外務省、経産省、JICA、ジェトロ 国土交通省、それから JIDA、UNDP、ユニド、それから経済界の方々、そういった方々の参加を得て開いております。 of the course of preparatory process for the summit and to listen to their concerns expectations and advice on the uh, Tunis summit including the Tunis declaration えー、こういった会合におきましては、えー、いろいろな意見を交換するということをやってきております。TCAD8 を大きな成功に導くための一番いい方法というのはどういうことであるか、どういうアイディアがあるかということについての意見交換をしておりますし、それからアフリカの諸国、それから日本のパートナーとの間でどのような準備状況にあるのかということにつきましての情報を提供するということ、意見があればそれに耳を傾けるということもしておりますし、それから中日 サミットで何が期待されるゥニシュ宣言におきましてはどういう期待があるのかまたどのような助言をいただくことができるのかそういったことにつきましての議論をしております。Ladies and gentlemen,、um, Tunisia and Japan,、uh, we are sharing high ambitions for the TICAT8 Summit and we are looking forward to a successful event that would mark a new milestone in the process of Japan Africa partnership. And as a host country, Tunisia will spare no single effort to provide all the reasons for the success of the summit, which is a very important economic but political event to further strengthen the relationship between our two friendly countries and to establish a triangular relationship between Tunisia, Japan, and Africa. Okay. このような、準備をしている中で、チュニ,チュニジアと日本にとりまして、ティカッドエイトサミットというのは、誠に、心差しの高いイベントということになるわけであります。でこの大会での成功するために、もしこの大会が成功することができれば、日本とアフリカのパートナーシップにおきましても、しっかりした利点表を打ち立てるということにもなるということを希望しております。また私どもはホスト国でありますので、あらゆる い努力をを惜ししままずこのの会議の成功を目指しててりりたいと思っております今回のティカド8というのは経済的にも政治的にも極めて大切なイベントでありまた両国間の関係を強化するためにも非常に大きな意味を持つものであろうと思っておりますしまたチュニジアとそれから日本があそれぞれの関係を強化している間柄であるということがチュニジアの国内におきましてもきちっと見えに見えるようになるための努力をしていかなければならないと As you know, all ladies and gentlemen, the ticket eight will be the first ticket to take place to take place since the international community experienced the COVID-19 pandemic, as well as the recent threats imposed by the Russian-Ukrainian conflict. So, the summit of Tunisia comes in an international context of high degree of sensitivity and challenges, and it should be a real chance. To demonstrate the Japanese and African commitment to achieve the goals of sustainable development and to promote the values of peace and security. 皆さんご存知だと思いますけれども、今回の TCAD8 というのは、国際社会にとりましても、コロナ禍を経験した中で初めての国際的なイベントということになります。それからまた、ロシアによるウクライナ侵攻が起こってから後の初めてのイベントということにもなります。従いまして、今回のチュニジアにおける TCAD8 というのは、国際的な文脈で申しましても、いろいろな課題が埋著されてしまうような、そういうイベントということになります。 しかし、課題があるとしても、それと同時に日本とアフリカがコミットメントを持って、決意を持って、SDG を促進していくのだということを提示するための良きチャンスにもなることだと思っておりますし、平和と安全保障という価値をさらに高めるための良きチャンスでもあろうと思います。Ladies and gentlemen, thanks to its experience in organizing such major international and regional gathering, これまでも大規模な国際的なあるいは地域的なイベントをいろいろ組織をするという経験を積んでまいりましたので、チュニジアといたしましても、TCAD8 が成功するためのあらゆる条件は我々は備えることができると確信しております。 Tunisia is fully prepared to host the TCAT summit and receive its guests, led by the Japanese Prime Minister, His Excellency Mr. Kishida Fumio, who, besides his participation in the TCAT summit, will pay a bilateral visit to Tunisia on August 26, the first ever visit uh, of its kind to Tunisia and uh, the North African region. And it will certainly constitute an occasion to strengthen and develop cooperation between Tunisia and Japan. え、チュニジアといたしましても、日本から、岸田総理以下、日本の代表団をお迎えすることになるということによりまして、ベストな条件がさらに揃うものだというふうに思っております。で、ティカッドエイ8の場を借りまして、8月26日には、日本チュニジアの2国間の首脳会談も行われます。また、日本の首相として、チュニジア及び北東アフリカを訪問するという意味におきましても、非常に意味のある訪問になるわけですので、チュニジアと日本が、 がさらに協力を強化なものにするための非常によいチャンスになると確信しています。北斗アフリカにおけるご滞在が非常に楽しいものになるであろうと私は確信しております。 Accompanied by an important delegation of um, high officials, representative of the private sector, and as a matter of fact, journalists, give a strong political message on the distinguished level reached by the bilateral relations between Tunisia and Japan. で今回は日本の総理がご訪問になるということでは3回目ということになり、しかもデリゲーションとして、その中には政府の高官の人たちもたくさん含まれますし、民間部門からのご参加もいただいておりますし、またジャーナリストの皆さんも参加なさるということで、日本とチュニジアの二国間関係がいかに強力なものであるかということを各方面に伝えるためのメッセージにもなります。The official visit to Tunisia of the Japanese Prime Minister Represent also a unique occasion to launch a new Tunisian Japanese partnership dynamic involving all actors and stakeholders, in particular the business communities of both countries. 今回の首相以下の日本からの代表団のチュニジア訪問ということはパートナーシップ形成におきましても非常にユニークなチャンスになると思っております。で、すべての参加者、すべてのステークホルダー、そして特にビジネス界の方々にとりましてもパートナーシップを組むためのユニークなチャンスになりますでしょう。In this regard, a Representing fifty of the largest Japanese companies will travel to Tunis in order to participate in the TCAT eight and meet with African political and economic decision makers, particularly within the framework of the business forum as a main component of the TCAT summit. その意味におきまして、日本の経済界からも極めて強力な代表がその中に入ってデリケーションが派遣されるということは意味のあることだと思っております。日本のトップの50社の方々がこのデリケーションにお入りになり、そしてチュニ,シチュニスにお越しにいただいて、ティカッド8の、に参加をする中で、チュニシアあるいはアフリカの経済界政治界の意思決定をする重要な方々とも会ったり話をしたりしていただけます。特に今回 のテドエイトのメインのプログラムの一つになっておりますビジネスフォーラム。そのビジネスフォーラムという枠組みの中で日本の経済界の方々に重要な人物たちに会っていただけます。 あと TICAD8 まで2週間ぐらいでありますけれども TICAD8 を構成する3つの大きな会議が予定されています。So、the first one is the plenary session for the head of state and government.The second is the business forum.About 300 business men from Japan, Tunisia and African countries will participate in this f o r u m t h third the site events divided into online, hybrid, And on site will be organized during the uh, period ranging from the 1st of August to the 30th of September 2022 in order to emphasize the cooperation between Japan and Africa in many strategic sectors. その三つの会議体というのは、まず一回第、第、その最初のものは、原種、首脳が参加をいたします、全体会議という会議体です。二つ目は先ほど申しましたビジネスフォーラムで、300人ぐらいの日本の、そしてアフリカの経済界の人たちが参加をいたします。三つ目がサイドイベントと呼ばれるものでありまして、オンライン、ハイブリッド、それから対面方式で、いろいろな形で行われまして、8月1日から9月30日、今年の9月 30日本での期間中にいろいろな分野におきましてサイドイベントが企画されます。 Some other events are in preparation. で、ここで強調されますのは、経済的な、あそして商業、えー、コマーシャルな意味での協力が重要であるということが歌われます。また、イノベーションの大切さということにつきましても、サイドイベントが開かれます。アフリカの開発のために、それからコロナ禍を経た上での保険ヘルスに関しての協力はどういうものがあり得るかということも議論されますし、日本とアフリカ諸国との研究分野での協力ということも、 Placed in post COVID 19 context, the discussions during the 8th uh, conference, TICAD 8, will revolve around three themes uh, achieving sustainable and inclusive growth with reduced economic inequalities, realizing a sustainable and resilient society based on human security, and Building sustainable peace and stability through supporting Africa's own efforts. え、コロナ禍を経た後での議論であるということで、ティカド8で議論されるトピックといたしましては、例えば、包摂性のある発展、あるいは持続性のある、持続可能性のある発展、それから不平等をなるべくなくすということ、経済的な不平等が少ない形での包摂性を

the participation of the private sector to support development efforts in africa and promote the economic cooperation the investment and the infrastructure development through building a japanese african partnership in accordance with the yokohama declaration 2019 and its action plan engaging youth and gender issue the role of african youth on managing the health crisis through creative initiatives Digital and technological skills and startups. Last but not least, digital transformation in Africa. えー、この会議で議論されます議題項目としては、いろいろな項目が入りますけれども、まず、えー、どのようにコロナ後の経済発展をどういうふうにしていくか、それから民間部門を開発、アフリカの開発にどういうふうに参加させるか、経済協力をどのようにやっていくか、また技術やインフラの問題、日本とアメリカのパートナーシップを組んだ上で、2019年の宣言,宣言に基づいた上で、どのように技術、インフラ開発を進めることができるか、あるいは ジェンダーの平等性の問題。またアフリカの若者がどのように開発の中に組み込んでいくことができるかという問題。それから特にヘルスの問題でありますとか、デジタルなスキルをどのように若者に備えるかということも含められますし、またアフリカにおける DX、デジタルトランスフォーメーションということも議論されます。 Tunisia, as organizing country, <coughs> aspires for the TICAD 8 summit to be a successful in terms of organization, but also in terms of content. And the final Tunis Declaration will be a reference and historical document that reflects the expectations towards establishing fair and sustainable development, promoting partnerships between the public and private sectors, and finding solutions to the challenging. Facing the African continent, Japan, and the international community. Uh 我々は主催国といたしまして、この会議を成功させなければならないと思っておりますけれども、その成功というのは、組織がうまくいくということの意味だけではありません。その会議の中身におきましても、成功しなければならないと思っておりますし、最後に発出されます中日宣言というのは、これは歴史的な文書になり、大変重要なものになるであろうというふうに思っております。これはフェアで、そして持続可能な開発をアフリカ大陸でやっていく上での非常に重要な文書にな アフリカとパートナーシップを組むことによってアフリカや日本やそして,引いては国際社会の発展、改善のためにどのようなソリューションがあり得るかということにつきましてもそれが宣言の中に盛り込まれるでありましょう。Ladies and gentlemen, Tunisia has a geographical strategic location at the heart of the Mediterranean. Its human resources as well as its strong economic ties with africa, middle east and europe. at the country, uh, that today tunisia has all the necessary conditions and assets to be a regional platform for business and knowledge. tunisia can offer and is offering to japan a privileged gateway in a strong win-win partnership. チュニジアというのは地理的にも戦略的なところに位置づけられます。アフリカの中央部に、中心部にありまして人的資源も豊富であり、強い経済的なつながりをアフリカ諸国、中東諸国、そして欧州の諸国とも持っております。そして、ある意味でチュニジアというのは必要条件を備えている国であるということが言えましょう。地域的な、例えば地域的なプラットフォームを備えるための必要条件を持っており、そしてまた、 知識を作っていくという上でのプラットフォームにも必要な条件を持っていると思います。チュニジアはこれまでもそしてこれからも現在も日本を含めた国際社会と強いパートナーシップを構築していくことができるという提案、オファーをし続けております。In this regard, we do A concrete and an unprecedented opportunity for Tunisia and Japan to further deepen our cooperation in different sectors of common interest. And as a host country, we will spare no single effort to provide all the success factors for this important event. 私はティカッド8というのはまさに具体的かつ未曽有のチャンスをチュニジアと日本の関係に対して提供するものであると思っております。我々は今後とも協力を深め、そしてお互いに共通を持っているいろいろな異なった分野での協力を深めていくためのチャンスに恵まれることになると思っております。またこのような大事な会議の成功のためにあらゆる努力を惜しまず我々は主催国として歩んでまいります。

会場で質問がある方は挙手をお願いいたします。私が指名しますので、お近くにあるマイクを使って、お名前とご所属をおっしゃってから質問してください。次に、オンラインで参加されている方で、直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除した上でご質問ください。 テキストでの質問は同じくズームの画面の下の方にある Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。 Uh, thank you very much, Your Excellency. Now we will proceed to the Q&A uh, section. Uh, I would like to once again uh, read the instruction for asking questions. If you have questions for those people who are in the conference room, please raise your hand. I will nominate, I will designate the person to ask a question. So please proceed to the nearest microphone and then please identify yourself by stating your name and affiliation and then proceed to your question. For those people who are connected online and if you want to directly ask a question then please uh, 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 press at the hand mark button which is located in the lower part of your zoom screen i will nominate you so please unmute yourself and then proceed to your question if you want to ask a question in writing again please use the q and a function which is located in the lower part of the zoom screen and please uh, attach your Name and 最初に私の方から質問させていただきます。あの大使がお話になられたように今回の TICAD8 は、えー、新型コロナウイルスの世界的な感染の爆発そして現在そのウクライナで起きている戦争の影響のもで行われるということで前回までの TICAD と違ったあ 様相があるわけですけども。まずこの新型コロナウイルスについて、まあ社会的あるいは経済的な影響、アフリカ諸国にどんな具体的な影響が出ているのか。そしてその影響に対して、今回、まあティカドで議論がされるわけですけども、特にその日本に期待したいこと、日本の企業あるいは政府に期待したいこと、それはどういうことなのかということをお願いいたします。 Uh, Ambassador, I would like to ask my, the first uh, question. As you mentioned in your presentation, this TICAD eight is going to be the first conference uh, to be organized uh, uh, after or in the uh, uh, COVID nineteen pandemic, uh, uh, as well as uh, the uh, Russian invasion in Ukraine. So uh, w there will be this conference will be under the impact of those uh, events. In that sense, uh, TICAD eight will be different from previous uh, TICAD conferences. Now. Uh, I would like to ask you, what kind of impact is felt uh, socially? Uh Socially and economically in African countries uh, because of this uh, pandemic. Uh, so, can you uh, describe what kind of impact uh, felt by the African countries in this pandemic? Also, please uh, describe what kind of expectation that you would have on Japan, either corporations or government. What kind of uh, expectation that you would like to have in this whole situation? Well, thank you very much for this uh, very interesting question. Um, actually, when Tunisia uh, submitted its uh, candidacy for hosting the ticket eight, uh, it was uh, ahead of these uh, two main challenging uh, uh, problems. Uh, so um, the international community uh, has been uh, going through a very difficult and challenging period of the uh, COVID 19, which uh, gave to the international community unprecedented challenges in terms of health, but also in terms of uh, social, uh, economic, and we have seen even political uh, consequences on the uh, different countries. Well, the, the consequences have been felt in every single country. How about the already uh, developing countries who were facing uh, challenges before the pandemic? So the situation is not easy at all. If we add to that the uh, uh, Russia Ukraine crisis, uh, with uh, all its uh, uh, strategic, political, but uh, economic and solid, social challenges, uh, in Europe, but also all over the world. Uh, I, I think the situation is quite complex. And this is the, uh, that shows the importance of multilateral diplomacy in facing such challenges. えー、ありがとうございます。非常に興味深いご質問をいただきました。実は我々が今回のティーカード8の主催国になるということで手を挙げた時は、は、この二つの、あなたがおっしゃった二つの問題というのはまだ起こっていない。その時に招致のための手を挙げたわけであります。それ以来、国際社会というのはコロナにせよ、ウクライナの問題にせよ、大変難しいチャレンジに見舞われてきたと。もう未曾有のチャレンジに見舞われて、えーコ,えー、コロナの場合には健康上の大変な チャレンジに見舞われたということであります社会経済的なインパクトだけではなくて政治的なコンテキストにおきましてもそのチャレンジというのは非常に大きなものでありましたそもそも途上国というのはコロナのパンデミックが始まる前からいろいろな情報を抱えていたわけでありまして状況が難しかったそれにかてて加えてロシアによるウクライナの侵攻も起こってしまったということで戦略的にも政治的にも経済的にも社会的にも欧州だけではなくて国際社会全体 が課題を持っっっっててててしししままままたたとといいうう状状況況にになななりりですすからこのののは極めて複雑もおだからこそマル・チのの外交努力をするとということの重要性が認識されれななければなりません Fortunately, Japan, since the inception of the TCAT i process, has been always one of the closest partners to the African continent、uh, in terms of、uh, support and aid. but also in terms of this very particular way of doing things of japanese partner in terms of ownership, in terms of transfer of know-how. and that will be confirmed during the TCAT 8 summit. japan, during the pandemic, shows again how close and of great support to the african uh, countries, including tunisia, by supporting the uh, vaccines. By supporting the um, medical equipment, by also supporting the transfer of know-how, and uh, allow me to say that uh, the uh, Tihad Aid Summit, we are already discussing many projects in cooperation between the public and private sector in terms of the health uh, sector. So, many projects, uh, including, for example, the development of vaccines in terms of promoting medical equipment, in terms of cooperation between medical and research institutes in Japan and the African continent, including in Tunisia, will be announced during the TCAT 8 Summit. Uh, 極めて幸運なことに日本というのはこのティカットプロセスが始まったその当初からアフリカに対する大変手厚い支援、そして支持を表明してくださった国であります。しかも日本的な特別なやり方というのがありまして、いわゆるオーナーシップと呼ばれておりますが、参加意識と言いましょうか、当事者意識と言いましょうか、そういったものを強調する点でありますとか、ノウハウの移転とか、そういったことに関しましては極めて日本的なやり方というのが ああ、表明されております。ですから、tcard 80におきましても、そのようなことは確認されるであろうと思います。それからまた、コロナのパンデミックに関しましても、日本は、アフリカ諸国、チュニジアを含むアフリカ諸国に対して、緊密なる支援、支持を提供してくださいました。例えば、ワクチンの提供でありますとか、医療技術の提供、あるいはノウハウの移転、そういった面での協力をいただいております。で、実は、この、官民が、 協力をして、えー、どういうふうな健康面での協力があり得るかということに関しましては、ティカドエイトの準備段階におきましても、いろんな話が進んでおります。それとともにプロジェクトもいろいろと進んでおりまして、ワクチンの開発の問題でありますとか、医療技術の提供の問題、それから、日本とアフリカ、これは、チュニジアを含むアフリカの諸国の、えー、医学的な組織、それから研究機関同士が、どういう協力ができるかというようなこともプロジェクト

and that will be an occasion for these leaders, japan and africa, to discuss together how, in a multilateral way, we can uh, join our efforts as international community in order to uh, make peace and negotiation the best way in order to resolve problems, in order to make the united nations mechanism prevailing and stop this war machine. Uh, in order to uh, encourage the dialogue between all the components of the international committee. Uh, I suppose that the head of state and government summit will be an occasion to, to share this idea. The second level um, is the uh, uh, impact uh, economically and socially of the uh, Russia-Ukraine crisis in terms of shortage of uh, resources, mainly the wheat and uh, um, gas and oil. and uh, i believe that the african continent can be a good option. african continent is plenty of resources and assets, including of uh, agricultural richness, but also in terms of uh, gas and uh, um, oil. And uh, I think Japan and Africa can discuss together what would be the best way in order to use these natural resources in the African continent to face such challenges. それからまた、ウクライナの侵攻ということに絡めましても、ティカッド8というのは2つの意味で、えー、とてもいいチャンスを持つ会議の場になるだろうと思います。まず1つのレベルというのは、いわゆるサミットと呼ばれる全体会議でありまして、現州首脳が集まって議論をする場であります。そこで日本とアフリカは、どうやったらマルチな形で国際社会として努力を結集し、そして平和を構築することができるのかということを議論 そして交渉を通してベストな形で問題を解決するためにはどうすればいいのかということが話し合われる場になるでありましょう。これが全体会議の場であります。それから国連のメカニズムというのもうまく機能するように持っていかなければならない。そんな話もするでしょう。戦争を止めるためにはどうしたらいいのか。国際社会が対話を促進するためにはどういうやり方がいいのかということを議論することになりましょう。この元首脳が参加をする サミットというのはまさにそれから二つ目のレベルですけれども、これはやはりウクライナ侵攻がもたらした経済社会的なインパクトというものを意識した上での議論ということになります。ウクライナ侵攻があったことによりまして、特に小麦、ガス、オイル、そういったものが資源として不足したということが大いに、えー 脚光を浴びたわけけでありますけれども、アフリカ大陸ということを考えますと、十分なリソース、資源のある地域でもあります。農産品もありますし、それからガスや石油に関しましても、リソースを我々は持っているわけです。ですから、この場におきまして、日本とアフリカが議論いたしまして、どういうや、どういう道、どういうやり方をすれば、アフリカ大陸が持っている天然資源を最善の形で、えー、利用することができるようになるか、そういったことも議論ます。

えっと私はの竹内と申します、えー、アフリカの開発問題に関心を持っております、ジャーナリストです。そもそものこの TICAD の成り立ち、メンバー構成などについてお聞きしたいと思います。1点目、えーえー、アフリカンユニオン、アフリカ連合は55か国ありますけれども、日本は t カッドについて54カ国を正式メンバーと考えております。でこの、えー、抜けている1カ国は、えー、ウェスタン・サハラ、西サハラといいますけれども、お正式名称は RASD、えーえー、<laughs> リパブリカ・アラブ・サハラ・デモクラティカ。えー RASD ですね、サ,、えー、サハラ・アラブ民主共和国で、えー、この TICAD7 では、ですねこの大統領が非公式に招かれましたけれども、au はあーこれを、えー、日本はこの国を正式に承認していないわけですけれどもお、正式なメンバーとして TICAD に迎えるようにですね、えー、アフリカ諸国は求めている。 と聞いておりますが、今回このテキアドエイにおいてですね、何か進展がありますのでしょうか。 I am Takeuchi. I'm a journalist interested in uh, African developmental affairs. Um, my question is regarding the membership of uh, TICAD. To uh, start with, uh, the uh, uh, African Union has uh, 55 countries as members. However, Japan recognizes 40, uh, 54 countries as the official uh, member of uh, TICAD. One country which is excluded from the membership of African Union is Western Sahara. The uh, official name is uh, Republic of Arab Sahara Democratica, Arab AST. So, uh, uh, on the occasion of TCAT 7, there was an informal uh, presence uh, by the President of uh, Western Sahara, but uh, African Union and Japan do not uh, officially recognize uh, the participation of this country. I hear that uh, Af uh, African countries are demanding the official participation of this particular country, so do you see any progress uh, on this question at TICAD 8? Well, thank you very much for this uh, interesting uh, question. Uh, you mentioned the position of Japan uh, not recognizing the uh, RAST, the Arab uh, uh, Sahrawi uh, Republic. And let me tell you that uh, Tunisia also share this same position. I mean, we don't recognize uh, this entity, and uh, we have been. This is the uh, uh, bottom line of our diplomacy. I mean, we have been always calling for uh, resolving all the problems, whether in Africa. Including this uh, problem of uh, Occidental Sahara or any other problem by negotiation and by uh, coming back to the United Nations resolution and to the negotiation. So I think in this regard, we are sharing the same position with Japan. えー、大変面白い質問をありがとうございました。おっしゃいましたように、この西サハラという、えー、国といいますか地域に関しましては、日本は正式な承認をしてお,り、ま、おられません。チュニジアも全く同じポジションを取っておりまして、正式承認はしておりません、えー。アフリカでどんな問題があったとしても、その外交的な努力で我々は常に問題を解決しようと思っております。この西サハラの問題にいたしましても、交渉を通して、あるいは国連の決議というところに常に立ち戻って、 解決を目指ししたいといとううふうに願ってておりましてこの問題に関しましても日本が取っておられる立場と我々は全く同じです。Uh, Tunisia,、um, as a country that has been always been、uh, participating actively and the, at the highest level possible in all the TICAT summit、uh, and ministerial meeting and senior official meetings, We have been witnessing uh, what has been done uh, with this issue, whether in the uh, um, uh, ministerial meeting here in uh, Yokohama in 2018 or in other occasion like that you mentioned in the TCAT 7 in 2019. えー、国として、チュニジアというのは、あティカッドが行います、あらゆる会議体に対しまして、最も積極的に、しかも最も高いレベルから人を送りながら、あ会議に参加をしてまいりました。すべてのサミットにおいてもそうですし、閣僚会議もそうですし、高級事務レベル会合においてもそうであります。我々はこの問題に関しても、そういった会議の場で、どういうふうに物事が、あ 推移したのかということはずっと見てまいりました。2018年の横浜の閣僚会議もそうですし、あなたがおっしゃいましたように2019年のテ t ドセブ7の場においてもそうであります。 in order to uh, well manage this issue and uh, uh, having a very successful uh, summit by all means including this issue 私どもは日本と立場を共有しているというふうに言いましたし、またこの問題に関しましても、日本とコーディネーションを取りながらやっていきたいというふうに思っております。また、主催国でありますので、共催国である日本ともコーディネーションを取りながらやっていきたいというふうに思っております。また、この問題を含めて主催国といたしまして、あらゆる問題を管理するにあたっては、成功理にうまくマネージをするということのために、 努力をしてまいりたいと思います。以上の発言で、あなたの質問に対して若干のお答えになっていればと願っております。ご質問ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、もういもういもう一つ簡単にちょっと聞きたいのがあるんですが、どうぞ。はい、あの<え>中国についてです。 えー oh, 中国は FOCAC、えー、Forum on China-Africa Cooperation という,う、まあ、TCAD によく似た会合をやはり3年おきぐらいで開いております。えー、これと TCAD を比較してです、ね、どのように違うのか、あのー、TCAD の良さあるいは f o c a クの方が こんな点がいいというようなことを率直に客観的にですねお話を伺えれば、えー、比較していただいてたらありがたいですお願いいたします。 My second question is your comparative view uh, between uh, TICAD and uh, similar organization that uh, China is uh, uh, proposing or China is doing. Uh, there is an organization quite similar with uh, TICAD, which is held every three years or so. So, how do you compare uh, TICAD as an organization or as a, uh, as a uh, entity and uh, the China-sponsored organization? Uh, 私はできるだけ客観的にお答えをしたいと思っております。客観的にお答えをするためのすべての要素を私が実質しているわけではないということを認めた上で客観的に言ってみたいと思います。 you know that uh, africa um, as, uh, as described by uh, late prime minister abe uh, is described of the continent of the future. it is the promising continent uh, with many resources and assets. アフリカというところはどういうところであるかということにつきましては、安倍元総理がアフリカというのは未来の大陸だ、約束の大陸だと、あらゆるアセット、資産がある大陸だと言っておられました。Japan has been has the one of the first developed countries、if not the first、to initiate a partnership process with Africa, which is the TICAD process. 日本というのは先進国の中で初めての国でなかったとしても初めての国の中の一つであったと言ってもいいぐらい早くから1993年30年ぐらいも前に TICAD プロセスを始められました。これはアフリカの諸国とパートナーシップを組んでいこうというプロセスであります。 partnership process between China and Africa, which is FOCAC, uh, which is also uh, quite important, but there are several other uh, uh, processes of partnership with Africa, including, for example, France-Africa, france Africa, france uh, including, for example, Turkey-Africa, including uh, US-Africa, um, Including European Union, uh, African Union uh, partnership. So there are several processes of partnership besides TCAT process. えー、あなたはフォカというその中国が言っていることにつきまして研究をされましたけれども、えー、このアフリカとパートナーシップを組むプロセスというのは他にもあるのです。ティカットだけ、中国のだけというのではありません。フランス、アフリカというのもあるしトルコとの、トルコとアフリカというのもあります。アメリカとアフリカというのもあるし、EU とアフリカ連合 EU、AU のパートナーシップというのもあります。ですから、いくつかのパートナーシップのプログラムが存在するのです。 And uh, the, as far as I know, the African Union uh, launched uh, uh, a while ago, maybe uh, a few years ago, a process of evaluation of the different partnership that Africa has with the different partners, including the TCalT process. で、私の知る限り、確か2年前ぐらいだったと思いますけれども、アフリカ連合がいろいろなパートナーシップのプロセスがあるけれども、それはどうであろうかという評価をしたことがあります。この中には TCAD も含めて評価がされました。I don't know about exactly about the result of the evaluation process, but let me tell you, as ambassador of Tunisia to Japan, how much important to us Tunisia, but also Africa. This ticket process, and uh, as an um, illustration of the importance we are attaching to that process, is that we requested Tunisia to host the ticket eight summit, and we are making every single effort in order to make it a success. The ticket process is uh, singular in many regards. Including the, uh, this way of Japanese doing things, this process of ownership, going and transfer of know how, not only achieving projects and then uh, uh, leaving the country, uh, this uh, process of volunteers, Japanese volunteers going to African countries, this process of involving the private sector and the civil society, academia. Uh, press and all different stakeholders in the process. So we have a lot of consideration to that process, and uh, we are very eager to continue developing that process with Japan. 中、チュニジア、中、日、チュニジア大使といたしまして、いかに、このティカッドプロセスというのが、チュニジアのためだけではなくて、アフリカ全体にとっても、大切なものであるかということを感じているかということを申し上げておきたいと思います。本当に、このチュニジアにとりましても、ティカッド8というのは大切なものになっているのです。ですから、今回の会議を成功させるためにも、我々は、あらゆる努力を惜しまず、やらなければいけないと、心に誓っているところであります。 で、特に、ティカッドのプロセスに関して特筆しなければならないのは、先ほども言ったように、日本なりの独特のやり方があるということです。参加意識を募るというか、当事者意識を強めるように働きかけると言いましょうか、あるいはノウハウを移転するというやり方と申しましょうか、ただプロジェクトを企画してやって、やったらそれをアフリカの国にあげればいいと、そういうものではないのです。ボランティアがちゃんとアフリカに来てくださるとか、民間が関わる、 市民社会が関わる、学会も関わる、あるいはプレス、報道界の人たちも関わるということで、いろいろなステークホルダーが関わって、このティカットプロセスというのをやっておられるわけです、いろいろな要素がそこには入っているわけですので、われわれといたしましては、ぜひともこのパートナーシップのプロセスというのは、継続的に育てていきたいと思っていますありがとうございます。 関連の質問がオンラインで出てましてですね、産経新聞の石川さんからなんですが、アフリカにはヨーロッパや中国からも投資が加速していますが、アフリカの国々が特に日本に期待している投資分野は一体どういう分野でしょうか there is a related question posed by ishikawa-san of sankei newspaper company uh, uh, online. Uh, now, his question. there are investments coming from europe or from coming from china uh, to african countries. now, in the eyes of the african countries, what are the investment areas that those african countries expect most from japan? Well, thank you very much for this uh, question. Africa uh, has a lot of assets and opportunities in different sectors, uh, and Japan has been doing uh, a lot in in Africa, including in Tunisia, in different sectors. Uh, I can I can speak rather about Tunisia, the different sectors where Japan has been investing, uh, including, for example, infrastructure. Uh, Japan financed and achieved uh, within the ODA uh, mechanism uh, 42 projects uh, in different sectors, whether infrastructure, power plant, bridges, uh, different other uh, desalination, uh, energy, so different projects. And I believe these uh, projects also. Uh, were achieved the same way in different African brotherly countries. えー、ご質問ありがとうございます。アフリカにはたくさんの資産、チャンス、それ、いろんなセクターにそういったものが存在しています。日本も、チュニジアや他のアフリカ諸国でもいろいろな投資活動をやっておられますけれども、私は、やはりチュニジアにつきましてなら、よく知っておりますので、日本がどのような投資をしておられるかということを知っております。例えば、インフラの分野であります。ODA のメカニズムを通して日本はインフラにお金をつけてくださっています。全部で 32ぐらいのプロジェクトが今走っておりまして、インフラでありますとか、電力セクター、それから、橋梁を建設するということ、それから、塩水の淡水化のプロジェクトでありますとか、エネルギー関連プロジェクト、そういったところで日本の投資がなされております。他の国でも同じような投資がなされていると思います。In terms of the I believe that Japan has done a lot, but there is a uh, big room in order to further strengthen the Japanese uh, foreign direct investment, uh, the Japanese direct investment in Africa, including in Tunisia. So far, Japan has been investing in Tunisia and in other African countries in different sectors, including manufacturing, including textiles including uh, car companies, technology, ICTs, and different other sectors. 日本の企業はアフリカの、アフリカの各地に、各国に投資をしておられる。日本のプレゼンスというのはどういうものであるかということについて申しますと、日本というのはまだその外国直接投資、FDI としてアフリカにもっと投資をするという余地はまだあるのではないかと思っております。これまでチュニジアにいろんな分野に投資をしておられますし、他のアフリカ諸国にも投資をしておられますけれども、例えば製造工業、 それから自動車関連分野、それから ICT、そういった分野におきまして、その FDI はさらに拡大する余地はあるような感じを私は持っております。 The comparative advantages of the Japanese uh, companies in different sectors. I believe that um, Japan can first consolidate its presence in terms of investment in the sectors in which it's already uh, present in Africa, including the sector that I mentioned earlier. But there are different sectors who are appealing in this regard the medical, the health sector, I should say, the, the health. The health sector, yeah. medical sector. The startup. Uh, Africa is full of youth uh, really looking for new opportunities, so, uh, startup is one of the main sectors. Uh, renewable energy is also another sector very appealing and of a promise. Uh, last but not least is uh, uh, quality infrastructure. Uh, Japanese has a comparative ad uh, advantage in this regard. And I believe a lot can be done in these uh, sectors uh, that I mentioned, but not exclusively. I mean, there are different other sectors. 経済界とこれまでもティカッドエイトの準備のためにいろいろな話し合いをしてまいりました。その準備プロセスの中で経済界から伺ったお話などによりますと、日本の企業というのはいろんなセクターで比較優位を持っておられるわけです。で我々が考えるには、まずすでに進出をしておられる分野で日本のプレゼンスを固める、日本の投資努力というのはコンソリデートすると、もう少し強化する、固めるということがまず必要なのではないかと思います。 でも、それだけではなく、これまではあまり進出してこられなかったような、例えばヘルス、健康関連のセクターでありますとか、それからアフリカは若者がたくさん人工比の中でも多いわけですので、スタートアップ企業を始めるというようなところへの投資ということも考えられると思います。あとは再エネ、再生可能エネルギーももう一つの分野でありましょうし、あとは質の良いインフラを提供する、作るということについても、比較優位を持っておられるのが日本だということで、いろんな可能性のある分野、 とといいうのはたくさんあると思いますでも今すでに投資をしとれる分野はもう無視していいということでは当然ありませんあの関連のご質問がやはりオンラインで、えっと、個人会員の尾崎さんなんですがアフリカの若者の役,役割がなぜ重要なのかこのテカドエイトのアジェンダの中に若者の役割というのがあの表明されてるわけですけれどもア,アフリカの若者の役割がなぜ重要なのか。 それにについいいいてててどんなプランを考ええるのか具体的に教えてくださいというご質問です There is a related question、uh, posed by Osaki-san, an individual member of the press club. Why, what is the reason for giving a lot of importance to youth in Africa? One of the agenda items of TCAD 8 is the utilization and capitalization of a lot of youth in Africa. Why is it important? and do do you have a concrete plan about uh, the uh, augmenting the uh, uh, involvement of youth well thank you very much for this uh, interesting question um, uh, actually while some countries are rich in natural resources others uh, have their richness in their uh, human capital including youth and women Uh, and this is, for example, the case of Tunisia,、uh, if I can speak about Tunisia. えー、か、面白い質問ありがとうございます。えー、例えば天然資源に恵まれている豊かな国というのはあるわけですけれども、他方若者や女性というまだ利用されていないような資本をたくさん持っているという国もあるわけでありまして、チヌニジアなんかはまさにその一国だと思います。 while many uh, developing countries uh, are aging societies uh, so uh, africa is uh, a country of youth a country of future and uh, all the question is how to uh, invest in this youth in terms of education in terms of uh, uh, training in order to make them capable to uh, lead the future of the African continent. 多くの国は高齢化というプロセスに入っているという国はあるわけですけれども、アフリカというのは若者の大陸、そして未来の大陸であるということが言えると思います。そうなると問題はどうやってその若者に投資ができるであろうかという問いになります。教育にいたしましても、訓練にいたしましても、どういうふうに投資をすればいいかということになります。まさにアフリカの未来を引っ張っていくための能力をどういうふうに身につけさせるかということが問題になります。 the first question is how to invest in this youth. Uh, i think education is very important, and this is the case of tunisia, because uh, uh, like japan, tunisia has no major natural resources. so since the beginning years, the, the first years of our independence, we chose to uh, invest in human resources and especially in youth by investing in the education and health system. So we have uh, youth coming from the university with uh, diplomas, uh, graduated, and looking for jobs. Uh, えー、そういう意味におきましては、教育ということが大切になります。チュニジアに関しましても全く同じことが言えるわけであります。日本と同じようにチュニジアというのも、本来の天然資源というのはあまりない国であります。我が国は独立以来、そのために人的資本、人的資源に、そして若者に特に投資をするということに注力をしてまいりました。あ その技術訓練をををををすすすするあるるあいいいいは教育を施すとととうこにに注力ししてててまいりままりたで若者が大量に大量学を出てちゃんと資格を取るわけですけでれども仕事を求めています I believe that Japan and Africa h a s a lot of things to do in this regard, including, for example, consolidating ABE initiative, which consists in having、uh, African youth making their m a s t e r degrees and training here at Uh, uh, japanese companies and then these youth will constitute a bridge between japan and africa so such kind of initiatives has been to be consolidated えー、日本とアフリカというのはこの分野におきましてはできることがたくさんあるのではないかと思います。特に安倍イニシアティブと呼ばれている構想があります。それはアフリカの若者が例えば修士号を取ったようなそういう若者が日本の企業で訓練を受けるというようなイニシアティブでありますが、私は若者が日本とアフリカの未来をつなぐ架け橋になるという意味で、こういった構想を大いに強調していくべきではないかと思います。 Two other ideas that can be discussed during the TCAT Summit. First is the promotion of the exchange between universities in both in Japan and Africa. I think this is one sector that can be further developed since there is a synergy between uh, science, technology, innovation, academia in general and industry. The second idea uh, is the promotion of startups and in africa there are really shining examples of success stories of uh, startups here in japan also so we can exchange experiences how to further develop startups and encourage young generation to create their own projects and concretize their dreams えー、この tcard8 でもこれに関しまして、えー、議論をされるであろうと思われるアイディアが二つあります。一つは日本とアフリカ同士の大学の交流ということを大いに促進していくということであります。それを育てていこうということでありまして、例えば科学技術、イノベーション、学会、これは一般論としての学会、それから、あそういった分野におきましてはシナジー効果が、あ産学の協力ということに関しましても、シナジー効果が期待できる 二つ目はスタートアップ企業をどうやって育てるかということについてであります。アフリカには輝かしいスタートアップの成功例というのがたくさんあります。で、日本においても同じことだと思います。ですから、さらにこのスタートアップ企業を育てるということでの日本とアフリカの交流を促進していくということが二つ目のアイデアになるだろうと思います。若い人をエンカレージして、そして自分がやりたいと思っている事業をスタートさせ、そして持って彼ら あの夢を実現させるということにつながれば、ああ、嬉しく思います。はい、ありがとうございます。あの予定の時間、もう過ぎてしまってましてですね。えっ、ー、と。えっ、ーと,えー、と、じゃ、最後に、あ、二人、あの、続けてですね。簡潔にお願いいたします。well we have passed the schedule d time so i will designate two people to make two last questions。so one each please make it brief。 Two successive questions. 個人会員の尾林と申します今回、ティカドの会議で岸田総理はじめ日本からたくさんの人がチュ、えー、ニ,ニジアを訪れ,られるわけですけれども皆さん、多分初めての方が多いと思うんですね。で、私もかつてロンドンに駐在しているときにチュニジアを訪れたことがあるんですが 本当に素晴らしい観光資源をお持ちだと思うんですね。ところが、日本からですね、チニージアに観光客っていうのはあまり行ってないんじゃないかと思うんですね。で、今、どのくらいの人が行ってるのか、あるいはこれからですね、大使はですね、日本からの観光客を増やすために、どんなことを考えられているかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。次の質問も聞かれますか、はい、はい。次の質問お願いいたします。 大使どうもありがとうございます。共同通信社の竹本と申します。あの先ほどのご質問とちょっとあの重なる部分があるんですけれども、えー、っと、今のそのチュニジアの国内の政治状況がですね、その日本からの投資先としてのチュニジアについて、まあ、若干その、まあ、懸念を招く部分があると思うんですけれども、えー、そのティ、えーまあ、カドデートのホスト国としてですね、えー、そ,そうした懸念にどういうふうにあのお答えされますか Uh, first question, uh, individual member of the press club. Kobayashi is my name. Uh, Prime Minister Kishida will le lead a large delegation uh, to uh, uh, TIKAD eight. Uh, I was once posted in London, and I've been to Tuni uh, Tunisia. Uh, I've seen fantastic uh, tourist uh, uh, resource uh, available in your country, but uh, when I consider the tourist uh, uh, tourism situation, I don't think uh, there are many. Uh, People ha who have visited Tunisia and uh, uh, the delegation will have many people for the first time they go to Tunisia. So what is your plan as ambassador to uh, promote tourism between Japan and Tunisia going forward? Do you have any plan? That was the first question. The second question is a, a question by a journalist from Kyoto, Kyoto news agency. Th ambassador, thank you very much. Uh, my question may be overlapping with the previous question. Questions, but now I'd like to ask you about the domestic political situation in Tunisia. As an investment destination of Japanese companies, there are some concerns because of the domestic political situation in your country. Uh, how, what is your idea to cope with removing any worries and concerns about the possible investors regarding uh, Tunisia as an investment uh, destination as the host country of Tikat 8? Well, thank you very much for this uh, interesting uh, question. Let me first um, thank Mr. Kubayashi for your kind words about uh, Tunisia that you visited and uh, this testimonial coming from a journalist is very interesting for us. まず小林さんの質問にお答えいたしますチュニジアに関しまして過分なるお言葉を頂戴いたしましたありがとうございました行かれたことがあるとしかもジャーナリストとしてえそういうことを言っていただけるというのは本当に嬉しいことです As you mentioned,、uh, Tunisia、uh, uh, has a long history and a rich heritage、uh, and is a t o u r i s t destination by excellence receiving almost 10 million tourists in normal time before the COVID, while we are 12 million. えー、おっしゃいましたように、チュニジアというのは観光という意味でも歴史が長いということがあり、えー、長い歴史があり、ヘリテージも十分にあるということで、そういったものをたくさん持っております。チュニジアの国民は人口は1200万なのに、コロナの前には1000万人も観光客が来ておられました。 Well, currently, uh, until this date, uh, Tunisia has already received uh, almost one million and a half of t foreign tourists uh, in our country. And to answer your question, uh, our uh, action plan of the embassy has been always to further promote Tunisia as a destination for Japanese tourists. Well, we succeeded somehow in order to uh, uh, consolidate the number of Japanese tourists, but I think that there is uh, uh, still many works to be done. えじゃあ何をアクションプランとして考えているのかと、大使館として何かプランがあるのかということですけれども、我々は常に日本からの観光客を増やすために努力をしたいと常々考えております。で我々の努力が成功した部分もあるんですけれども、でもやはり日本人の観光客の数ということから言いますと、まだまだやらなければいけない仕事はたくさんあると思っています。We have been participating on a regular basis. in uh, japan uh, expo for tourism jata fair and uh, also this year coming september we are going to participate currently we are discussing our booth in jata fair and uh, uh, we received an invitation for our minister of tourism to chair the tunisian delegation uh, at this fair and we are planning a, a promotional uh, action plan uh, on that occasion で、我々は JATA という日本の観光振興のためのフェアをする組織があるんですけれども、そのフェアには常に我々は参加をしております。来たる9月にもこの JATA のフェアがあるんですけれども、それに我々は参加をする予定で、ちゃんとブースを、チュニジアのブースを設けることになっております。またあ、チュニジアの観光大臣がチュニジアからのデリケーションの団長を務めることになっておりますので、その場を利用いたしまして、いろいろなアクションプラン、務めたいと思います。 Uh, a few years ago, in cooperation with jica and uh, jata, uh, we developed uh, a, a program uh, dedicated to japanese tourists, how to develop tunisia among the japanese tourists. and that program included the development of a website, go tunisia, uh, in japanese, with many uh, promotional actions within the, this website. 数年前のことですけれども、JICA と JATA と協力をいたしまして、日本の、日本からの観光客を促進するためのプロジェクトをやったことがあります。で、日本からの観光客を増やすためのウェブサイト、ホームページを開きまして、g o チュ n i ア a というので、日本語のウェブサイトを開いたこともありましたし、そこをベースといたしまして、いろいろなアクションプランを企画いたしました。We have been listening to our close friends and partners. Uh, in order to see their advices, uh, what can be done by the embassy and Tunisian government in order to further promote uh, Tunisia within Japanese tourists, and uh, we really appreciate if we can be in contact and advise us in this regard. えー、私どもは常に友人の意見、それからパートナーの意見に耳を傾けておりまして、どういうふうにしたら大使館として、チュニジア政府として、日本からの観光客を増やすことができるか、常に考えております。で、えー、本当にアドバイスをいただいておりまして、嬉しく思っております。観光客を増やしたいと思います。For Kyudo News, I would like first to thank you for your continued interest about Tunisia. And we really appreciate that uh, your representative had recently made an interview with our foreign minister. So we are really grateful for your continued interest. And I hope that you will be among the media represented uh, during the TCAT. えー、また共同通信の方にはチュニジアに関心を持ち続けていただきましてありがとうございましたまた我が国の外務大臣のインタビューということにつきましてもアレンジをいろいろとしてくださいましてこれだけ関心を持ち続けておられるということで TECAD ティにも必ずや参加をなさるだろうと期待しております Well、uh, to answer your question I mean、uh, Let me first tell you that、uh, there is no single、uh, reason to worry about the situation in Tunisia i mean we have been going this uh, through this democratic process since the revolution in december 2010 well it's a period of transition so uh, a lot of discussion debate uh, concession and dialogue within the political leaders, within the civil society. And uh, um, since we are a nascent democracy, so the democratic process uh, has always to be uh, corrected, uh, the path has to be corrected. And in this regard, uh, as you know, the President of the Republic took exceptional measures uh, July 25th last year. Uh, and uh, he announced then a roadmap, political roadmap, uh, and that political roadmap is uh, totally respected. We had first the uh, uh, national consultation on the political, economic and social reform that should take place in Tunisia, followed by a national referendum that took place uh, uh, recently. Uh, including uh, the Tunisian community in Japan, they participated in that uh, referendum. The following step will be the uh, parliamentarian election by the end of the year, exactly on December 17th, the day of the uh, uh, starting of the revolution in Tunisia. So we are going through this uh, uh, process. Uh, we hope that the um, uh, Tunisian partners will continue supporting Tunisia in this challenging context, and we believe that we can continue with uh, our Japanese friends and partners to build this strong partnership that we have been successfully uh, doing in the uh, uh, last years uh, since the uh, inauguration of our diplomatic relations back to 1956. Thank you. えー、ご質問にありました、投資先として懸念を持つ向きもあるということでありますけれども、全く心配なさることはないと思っております。我々はこれは民主化のプロセスの一つだと思っております。我々は2010年の12月に革命を起こしまして、その今は移行期にあるということで、もちろんいろんな議論が起こっているのはその通りであります。そして、政治家と、政治の世界と、それから市民社会との間で、いろいろな情報を譲らなければならないところ、 があればそれを譲るということがあったり、いろんな議論が行われているというのはその通りでありますが、これはあくまでも民主主義的なプロセスであり、悪いことがあればそれは是正していくというものであります。では、わが国の大統領は去年の7月の26日に政治的な工程表、政治的なロードマップを発表いたしました。このロードマップは非常に効果的なものでありまして、まず最初に国 国家的な、もう国民的な、えー、え挙、ー、国一致的な会議が開かれまして、そこで政治、経済、社会を改革するためにどうしたらいいかということが話し合われました。それから最近ですけれども、国民投票が行われまして、えー、在京、在日のチュニジア人たちも、この国民投票には参加をいたしております。そして、えー、最後に来るのが年末の議会選挙、12月の17日に議会選挙が行われまして、これはちょうど革命記念日になりました。 いますがその日に選挙が行われます。このようなプロセスをたどって、チュニジアのパートナーの皆様方も、 <laughs> このプロセスはサポートしていただけるものだと。非常に課題に富む、なかなか難しい文脈の中でこういったことが行われているわけで、それをサポートしていただけるものと確信をしております。そして、継続的に、日本の友人の皆様も、強いパートナーシップを両国の間で作っていくために、継続的に支援をしていただける。そして、この試みが成功に導かれるようにということで、これまでの数年間努力してきたことが、成功に結実する ようにサポートしていただけるものというふうに期待をしたいところであります。でこれはまさに1956年に外交関係が樹立されてから永遠、えー、として築いてきた成功の道のりでありましてそれをぜひ日本の友人の皆様にもサポートをしていただきたいです。はいえー、エルミ大使どううもありがとうございいまましししたた時間を延長いたしまして、えー、ここであの

Again, Mr. DeGawa, thank you very much for this wonderful opportunity. Thank you for the i n t e r p r i s e ありがとうございました。素晴らしい場にお呼びくださいました。ありがとうございました。そして皆様方の多くを TICAD8 の場に歓迎することができるようにということを期待しております。また大使館といたしましても皆様方の参加を円滑化するために必要なことがあれば何でもさせていただきたいと思いますし、それ以外のことでもお手伝いできることがあれば何でもしたいと思います。DeGawa さん、本当に本日はありがとうございました。<laughs> えっとですね、ティカドの関連で、3時から予定している記者会見、すぐ始めたいと思いますので、少々お待ちください。今、講師の方を呼んでまいります。それでは、一旦ここを終わりにしたいと思います。So from 3